ニュースポストセブンです。1月12日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した鷲見玲奈アナ。お相手は昨年5月に週刊ポストがデートシーンをキャッチしていた30代のパイロットの男性でした。芸能リポーターによると、彼は30代半ばの一茶さんにのイケメンです。付き合い始めてから3年くらいとのこと。鷲見アナは2020年3月末にテレビ東京を退社しフリーに転身。2021年8月には水着姿を披露した写真集「隅に置けない」を出版しました。鷲見アナが次々と新しいことにチャレンジしていく背景には、隣で支えてくれる生涯の伴侶の存在があったんですね。ニュースポストセブン。